Thank you。 ありがとうございます。 Thank you。 ではまず最初にですね、公開練習はアーチェレッタ選手から、見せていただきたいと思いますので、Today I'll be with my good friend Yui Suzuki and highlight some of her wrestling skills and wrestling versus jiu-jitsu. So I got my ace in the hole right here to help me out. 今日は須崎優衣選手と、彼女のレスリングの能力ですとかも見せながら、対jiu-jitsuとやって、戦うかということを見せたいと思います。なるほど。時間は2分でよろしいですかね。決まりです。では、披露していただきましょう。須崎優衣選手もよろしくお願いします。ではクレベル選手には練習を見ていただきます。さあスタートお願いします。タックルです。須崎選手、実際に須崎選手はこのアジュレッタ選手のレスリングを習っているということです。日本人のトップレスラーたちも指導しているというファン・アジュレッタ選手。30秒経過しています。持ち上げて、そしてグラウンドへ組みついていきます。自分はレスリングベースだから、レスリングの最新の技術に触れなければならない、そう話します。ファン・アーチェレッタ選手、今回はフェザー級耐久を戻してというべきでしょうか、変えてライティングテレスティングに臨むことになります。ワンミリッツ、自身は NCAA ディビジョン1で活躍していたというトップレベルのレスラーでもありました。オールアメリカンでもあります。残り30秒になります。残り10秒です。5セカンド、3、2、1。Thank you. ありがとうございました。須崎選手、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. はい、アメリカでファンさんのお家にホームステイさせてもらって、レスリングを一緒に学ん、ファンさんから学んだりだとか、トレーニングを見てもらったりして、本当にファンさんはもう誰よりも練習していて、もうこれなんかファンさん以上に練習している人は見たことないくらい、本当に練習に対して真面目ですし、この格闘技に対してもう人生をかけて戦っているっていう姿を間近で見させてもらって、私のレスリングに対する考えだとか、向き合い方もすごく変わって、もう本当に彼は私の尊敬する一人の選手ですし、私の恩人です。はい、ありがとうございます。ちなみに須崎選手、いつから教わってるんですか？昨年の2023年の2月に、アメリカに行かせてもらって、はい、そこでお世話になりました。はい、そうなんですね。はい、そこからもうたくさんのもうレスリングとか、レスリング以外の人生だったりとか、こう向き合い方だったりとか、もう本当にたくさんのことを学ばせていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなことを犠牲にして努力をして、彼女はやってきました。そういったこともあるので、彼女をここに連れてきてきて、皆さんにもぜひ披露してもらいたいというふうな思いでこうやってやってきました。で、そういった厳しいレスリングの世界なんですけども、彼女はそうやって頑張ってますので、2つ目のオリンピックでのメダル獲得に向けて、ぜひとも皆様応援よろしくお願いします。ありがとうございます。